はい、皆さんこんにちは、伝説の D です。さあ、今回はですね、なんとこの新ハンターローリン行士のガチャのキービジュアルが公開されました。イエーイ。いや、早かったですね。ということで今回はね、そちらを、皆さんに紹介しつつ、この新ハンター使っていきたいと思います。このハンターね、本当にね楽しいんですよ。このローを当てると、もうほんとその読み合い一切無視でダメージを与えれますからね。ドドドドドドドンって言って100を与えたらもう殴るだけっていう。いやー、でもね、それにしてもちょっとガチャが来るのが早いね。9日後ですよ、動画投稿日から9日後。いや、この前な、約束のネバーランドガチャやったばっかりなんだけどなって思うんですけどね。なんか早く感じるよね。さあ、ここもローを当てて、はい、ドーン。あ、ちょっとね、射程が短いんですよ。そう、このハンターね、今見てもらって分かるように射程が短いんだよね。その代わり真横に判定があるんですよ。そうで、このハンター今回ガチで来るんですけれども、もちろんね、このハンターだけでなく、まあ、サバイバー2キャラクター来るんですが、それが、バーメイドとクーグンが今回来るんですね。はい、で、そのバーメイドのビジュアルがこちらです。いや、めっちゃ大人っぽいというか、今回ね、すごいかっこいい系の衣装できましたね、バーメイド。これはかっこいいお姉さんだわ。クンジュー、もっとめ、やりやがる。バーメイドはね、やっぱお姉さん系のキャラクターなんでしょうね。ということで、こちらが、今回来るバーメイドの衣装です。さあ、ここも100当ててダメージ。さあ、存在感2が溜まったぞ。こっから強いからね。いや、楽しみだな。9日後ってことはね、本当にもうすぐですから。うん。ちょっと待って、これ、なんか、いやね、ちょっと待って、釣れないんですけど。ちょっと待って、おかしいって。いやいやいや、ちょっとめり込んでるから、メリーゴーランドに。いいのよ、メリーゴーランドにめり込まなくて。ちょ、待って待って待って、おかしいおかしいおかしい。いや、よかった、マジ。これ、ランクマとかじゃなくてよかった。ちょ、正義の鉄拳みたいなやつやろう。あれするとね、引き寄せられるんだよ。これじゃないか、正義の鉄拳。正義の鉄槌だっけ。中国語だから、これか。あ、いや、立つんかい。でもこれで釣れそうだね。でね、それで2キャラクター目、クーグン。これが僕めっちゃいいなと思って、それがこちらです。ただ、いや、可愛くないですか。ちょっとこれは可愛すぎなくないですか。ちょ、語彙力がなくなっちゃうぐらい可愛いんですけど、ちょっとこれはあかんね。もう目の、じゃ、目というかね、この髪の毛といい、洋服といい、ちょっとこれは可愛すぎますね。これがね、好きな人多いんじゃないでしょうか。これだったらガチャ外れても全然いい。存在感2溜まった。10めっちゃ撃ってくる。ボットがすごい10撃ってくる。存在感2、はい、ドゴン当てて、さあ、この2の、ね、熱いローをぶち当てて、ダメージを与えていく。これが本当に楽しい。あ、クーグン、ちょうどクーグンいますね。ね、クーグンとバーメイド、どっちもね、女性キャラクターが来ましたね。いや、本当楽しいな。9日後なんで、ぜひね、皆さん、このキャラクターゲットして、新しい使い方とかをね、ぜひ皆さん見つけていただきたい。本当にね、難しいんですよ。テストサーバーでたくさん使ってたんですけど、難しい。これといった立ち回りというかね、まあ、確かに今、簡単な使い方まではわかるんだけど、まあ、特殊だったり、何をバンしたらいいのかっていうのはね、やっぱり実際、ボットではなくて、人と戦ってみるのが一番ね、検証になるんで、まあ、僕もね、ガチャでゲットしたら絶対たくさん検証して、いろんな戦い方見つけていきたいなって思っております。さあ、ここも熱風が出て、あー、ちょっとダウン取りたかったな。この熱風ね、今見てもらって分かるようにね、あの熱風を当ててからちょっとの間、なんか勝手にね、熱風ゲージが溜まっていくんですよ。ここもら、このね、あー、ちょっと分かりづらいかな。そう、だからちょっと当てると5から10ぐらいかな、どんどん上がっていくんでね、本当に楽しい。で、そしてね、皆さん、お待ちかねの、このロー人形師の、ビジュアルです。これが一番大事ですよね。やっぱ新ハンターですので。それが、こちらです。トロコロン。いやー、かっこいいね。かっこいいなー。いや、めちゃくちゃかっこいいな。悪い顔してるよね。そう、いや、これが今回、新ハンターの限定 UR 衣装ということで、このシーズン、今18シーズンだったかな。このシーズン中にこのガチャ回さなければ、手に入れることのできない限定の衣装となっております。ここって通るんかな。あ、いけるんだ。へえ。橋越えていけるんだ。で、今、白くなったから、解読妨害がね、できてますね。かっこいいな。ここもちょっとダメージ与えていきたい。
あとここもあとゲージあとちょっとうーんまあこれぐらい与えとけば勝手にいける。これ10あるけどほら勝手にね勝手に熱風ゲージが熱風じゃない熱いローゲージがね溜まっていくんでこれもねちょっと考えながらやっていければといったところでね。この肩についてるこの妹もいいよね。すごい神秘的な顔してる。ちょっと踊り子に似てる？そんなことないか。ということでね、まあ、このビジュアルが好きな方、もしくはね、新ハンター使ってみたい方は、ぜひ、ガチャ挑戦してみてください。じゃちょっと2試合目いってみましょう。さあ、2試合目やってまいりました。いや、楽しみだね、本当に。やってください。本当にさっきも言ったけど、ガチャのペースが早くないですか？こんなに早かったっけ、今まで。いや、ちょっとびっくりするなぁ。で、この後ね、ハロウィンが控えてますけれども、なんかハロウィンになると、脳幹視の期間限定 URL 賞が出るみたいです。だからちょっともうお財布が足りませんね、いくら。いくらあっても薄くなっちゃいますね。さっきも100ダメージ与えて、OK! さあ一発与えていく。まあ、ここも10食らいますけどね。まあ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 。怒り3振りしてますんで。いや、楽しみだね。またね、毎日人が出てくるんでしょうね。お、医師がいるからちょっとタケチェンしようか。どんなハンターもね、本当にね、使いこなす人出てきますからね。本当にすごいと思う。ガラティアとかもね、実は昔、出た当初はあんまり使われてなかったんですよね。そう、めちゃくちゃぶっ壊れ性能なんですけど、そう、当時はそこまで使われてなかったんで、もしかしたらこのハンターも、まあ、その実装されて数ヶ月経ったら、めちゃくちゃ実は強くて環境キャラだった、みたいなことになってしまうかもしれませんね。いや、楽しみ。それとね、あと情報修正も全然来る可能性あるからね、このハンター。うん。そうこのハンター、まあ、初動はね、しっかり、まあ、ロー当てれたらいいんだけど、ここね、当てた後がね、ちょっと弱いんですよね。解読妨害がね、なかなかできない。まあ、近くの解読機だったら、ローを解読機に当てて、解読できないようにできるんですけど、まあ、結構実践的な感じで言うと、そこまでに近い解読機っていうのは、やっぱり回してないことが多いんで、まあ、だからしっかり解読機に寄せて釣っていくっていうのが大事になってくるかな。いいね、恐怖の一撃。まあ、そこがちょっと難しいところですし、あとね、まあ、今恐怖の一撃が決まったからいいんですけど、そのね、ダブルダウン性、あー、ミスの時間ミスったダブルダウン性能と救助狩り性能が結構低いんでね、ねえ、ちょっと、そこが難しいところ。まあ、存在感2が溜まれば、全然救助狩りもあるのかなと思います。さっきもロー当てていきたいね。そう、これがね、強いんですよ。この存在感2溜まってる状態で、まず普通の熱くないローで、この溜める、ボコっていうやつをやって、で、切り替えて、熱いローに切り替えて、でまたボコっていうやつをやる。これね、クールタイムがリセットされるんで、連続で2回発射できるんですよね。で、2回当てると、ゲージが50まで溜まるんですよ。そう、これ結構いいですよ。これやっぱ銃撃たれるよね。本当に近頃のボットはすごい。で、ここも、トーン当てまして、50ゲージ。25溜まるんでね。さあ、ここ、石を取っていく。で、空軍がもうちょっとであれならローゲージ溜まるから、こう無理やり、ちょっとダウン取りに行ってみようか。いやね、ここも当てれたらいいんだけど。さあ、ここも一回溜めを当てて、当たった !25! で、切り替えて、もう一回溜めできる。さあ、ここ、あ、でも、普通にか、あー、惜しい、連チャンで殴れなかった。これ、まあ、決めたいですね、連チャンで。熱いローを当てて、即死取るってやつね。結構思ったより、早めに殴らないといけなそうですね。射程も短いんでね、そこも考えつつ、やっていかなければいけない。さあ、空軍がいるね。さあ、熱いローに、釣っていきたい。おお、普通にいける。オッケー、ナイス。でね、今テストサーバーでやってますけど、アジアサーバーに来たらね、もっと、快適な回線状況でやれるんでね、これも非常に楽しみ。そして、なんと言ってもね、人と戦えるっていうのがね、本当に楽しみです。めちゃくちゃ参加型しよう。絶対いっぱい参加型して、ちょっと、このハンター鍛えていきたいなと思います。この距離から解読機妨害できるのかな？この、あ、ちょっと怖いか。まあ、ここだったらいけそうだね。ここどうだ？あー、いいね。白くなったんで、解読妨害できてますね。これ確か10秒ぐらい解読できなくさせられるので。で、ここも空軍、ちょっと、あー、普通に恐怖たれたー。今のもね、救助狩りできそう。しっかり、
存在感2が溜まってれば、このね、ローを当てて刑事狩りすることはできそうですね。だからまあ要するにやっぱ存在感2に溜めるまでが大事ってことだ。さあ、ということで空軍も釣っていきましょう。残りは傭兵だけだね。傭兵は奥の解読機回してたから、ちょっとそこに飛んでみようか。おそらくいるでしょう。はい。で、傭兵のとこに、瞬間移動。はい。あ、いるね。さあ、ローを当てていきたい。そして熱いローに切り替えて、この重いやつをドコン。よし、25。これでダウンまで取っていきたい。いや、結構当たってるんだけどな。オッケーオッケー。よし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 。いやこれほんと極めたら即死すごいんだろうな。いや楽しい。極めたら絶対楽しいよ、このキャラクター。なんかね、爽快感があるから。運営さんもね、なんか爽快感のあるキャラクターを作りたくて、みたいな、書いてましたね。その、キャラクター背景に。あれば結構ね、爽快感のあるキャラクターなのかなと思います。それではね、皆さんもぜひ、9日後の、キャラクターガチャ、楽しみにしていてください。ということで、本日は見に来ていただいてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。動画見てくれてありがとう。これからも第五人格の最新情報やプレイ動画をアップしていきますので、よかったらチャンネル登録お願いいたします。それでは、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。